はい、皆さんこんばんは、こんにちは、トライフです。今日ソニック猫音楽ダッシュということで、猫ちゃんが主役です。で、最近話題になっている猫ちゃんのゲームとは全く関係ございません。僕は全然違う猫ちゃんをやります。癒しになるかな、こんなんでとは思ってるんですけど、多分なると思います。で、ソニックキャットリズムがみんなの心に隠れている、無視されても失われる、音のみを進んであなたの、全然読めません。さあ、こちらですね、武器を選べるみたいなんで、武器をちょっと選んでみましょうか。クリスマスツリー、何ですかこれ。あ、ピカチュウのがありますね。ピカチュウのこのサンダー、あ、始まりました。ですね、これ運動会です。運動会、まだ8月ですけど運動会始まりました。運動会、猫ちゃんの運動会スタートということで、あとゲームなんですけど、これですね、あの右と左に丸い枠あると思うんで、まあ見たらわかると思うんですけど、これ真ん中タイミングよく行けばパーフェクト、パーフェクト、今連発してますね、パーフェクト、いい感じ。まだナイスは出ないですね、これぐらいじゃ。これぐらいのゲームならば僕にとっては朝飯前ですね。朝飯前って言って朝飯食わないんですけどね、いい感じで。あ、ダブルやめて、ダブルやめて、右左、おー、いいですね。このトゥットゥットゥの運動会ね、最近やってるんですかね、運動会。最近もう長いこと運動会も出てないんですけどね、まあ出ることないか、おっさんが運動会出てたらまずいですね。そんなことはどうでもよくて、いい感じの猫ちゃん、まあ、ちょっと待って、落ち着く、あ、いい、いける、全然。運動会僕大好きなんですよね、出たいんですよ、運動会に。出してくれ、皆さん、僕を呼んでくれ。あ、ちょっと待って、花火が上がりました。はい、次行きましょう。次はね、こちら見てください、フライパン持ってます、フライパン持っております。で、目玉焼き振り回してます、落ちへんな言うてね、猫ちゃん行きます。はい、あ、リズムカルな音楽ですね、これ。あ、いいですね、殴り方、こうジャンピングのボンバン、ボス、ゴス、ガス、アス、オス、イス、イス、あ、疲れた、あ、ごめんなさい。もう簡単な感じですけどね。ちょっと何を殴ってるんですかね、これ。あ、ジュースかな、ジュースを殴ってますね。よくよく見ると、なんかジュース、こんなん殴ったらもうびっちょびちょになるんですけどね、本来やったらね。殴んないで猫ちゃんっていうところでありますけどね。これ見てたらなんか音楽もそうですけど、やっぱちょっとカフェに行きたくなりますね。カフェ好きですか皆さん。僕カフェ大好きです。だいたいね、最近は頼まないですが、アイスコーヒー一つってこう頼むんですけど、アイスコーヒーね、ちょっと甘いんで、あ、違う、ごめんなさい、アイスカフェオレ甘いんでね、アイスコーヒーにしております。昔の人はね、お茶しようとか言ってましたけど、お茶なんか今自動販売機で売ってますからね。お茶ではもういいんです、もうカフェですよ、おしゃれなカフェでこう佇むのがおしゃれなんですよね。まあそんなこと言ってる場合にもうゴールに近づいてきてますかね。もうカフェをしたくなりましたか皆さん。カフェ気分でこの面、この面、この面、この面クリアできるでしょうね。こう右左が激しいですね。でもやっぱこういう音楽僕大好きなんですよね、癒しです。さあ、花火も打ち上がりましたし、この面クリア。はい、次行きましょう。次の曲はこちら。これね、多分 CM とかで聞いたことあると思うんですけどね、ティ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 ンティティンティティンですね、ピアノ曲ですね。ピアノ、みんな自由だっていう CM ありましたよね。働きすぎもね、みんな自由だっていう歌ちゃいましたっけね。なんか桃太郎か、まあ、あんま言わないでおきましょうね。まあ、そんなことよりね、こうゲームに集中っていうところをね、いつも集中にかけるんでね、働きすぎっていうのがあるのかもしれないですけどね。僕もうみんなもそうやと思うんですけど、まあ、学校にね、お仕事、まあいろいろ家事もそうですけど、それも全部仕事ですからね。やっぱり人間やることやらないとね、やっぱダメですからね。ダメ人間にはなってはいけないんで、しっかりとこう前を見据えて、こう次のやるべきことを考えて、何を言ってるんかわからないんですけど、こうしっかりと、こう右左、あ、クリアしてる。花火流れるじゃない、花火打ち上がりました。
はい、次行きましょう。次見てください、これ。これ、あの、多分マリオに出てくる草の植物のやつ、名前ちょっと忘れちゃいましたけどね。こっちすごい武器になりましたけどね。この音楽、ちょっと、あの、日本の歌、あの、デジモンの歌やと思うんですけど、僕最初ね、ワンピースの歌かなと思ってたんですけど、デジモンでしたね。ワンピースね、今ちょっと話題になってますからね。あれですよ、まあネタバレになっちゃうからね、今映画とかやってますからね。まあだからアーロンとかね、あとエネルとか、その辺ワンピースですからね。その辺はもうすごい好きなキャラですからね。まあ全然デジモンと関係ないんですけど、ワンピースいっちゃいましたけどね。あとはあのカイドウ、あれでかいっすよ、めちゃくちゃ上半身裸のでかいやつですよね。あんなコンビニとか行ったらもう震いますよね、皆さん。あとビッグマム、ビッグボス新庄じゃないですか、ビッグマムですね。あれもでかいですよね。でかいキャラ好きなんですか。お、ちょっとロングですね、これ。今のちょっとゲーム戻りますけど、ロングですよね。なかなかあのビッグマム、ビッグボスで、あとカイドウに、あとは何でしたっけ、アローンですか。アーロン、アローン、アローンはビーズの歌じゃないか。あ、すいません。こういったら、なかなか、あ、いいですね。この流れ的にはちょっと前のめりになってるね、これ。あ、いい、すくい上げる感じ。金魚すくいみたいになってますけどね、今。いい感じですね。まあ、ワンピース関係ないんですよ、ワンピース関係ない。ワンピースは今映画でやってるところなんで、皆さん上映しておりますんでね、ぜひ、映画館まで足を運んでください。デジモンさんにはすみません。長いな、ほんで。クリアか？あ、クリアしましたね。クリアできました。花火は？上がります、花火も。4発？ 4 発。はい、次行きましょう。これ、見てください。もう、触るとね、キュッキュ、クエ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 泣くやつですね。これで行きます。さあ、殴ってます。なんかちょっと癒される音楽が流れておりますが、あの、こう、バシ、バシ、ボス。この殴り方の、ね、こう、振り抜くときあるじゃないですか、これ。これ、今の。これ気持ちいいんですよね。やってて、こう、ポン、ポン、あ、来た、ポン、ポン、あ、違う、ポン、ポン、ポン、あ、来た。今のね、今のですよ。これね、気持ちいいです。で、あ、洋楽ですね。洋楽がようやく来ましたね。やっとようやく洋楽ということで、いや、あいや、こういうのね、せこいんですよね。流しながら右に左に出てるっていう、こう押し、長押しなんですよ、ここで。こういうふうに長押しの左、こういうのね、やめましょう。いいんですけどね、ゲームなんで。だからこの辺も難なくクリアするのがね、やっぱ男なんでね、まあ、女の人でもクリアできると思うんですけど。あ、ノリノリですね。この辺はもういい感じの右左、右左、お、いい感じ。こういう音楽はね、やっぱり心が癒されますね。まあリズムからなんですけどね、なかなか、あ、こういう洋楽もね、たまに聞くのもいいと思いますよ。やるだけじゃなくて、見るだけじゃなくて、聞くのもいいと思います。癒されてくれましたか。花火は何発？お、めっちゃ出た。はい、次行きましょう。見てください、これ。もうやばいっすよ、これ。めちゃくちゃクリスマスの格好でムーンウォークしてますよ。可愛すぎるっしょ、これ。ちょっと時期は違うんですけどね、コスプレになりました。サンタさんです。サンタ猫です。めっちゃ可愛いな、ほんでこれ。ディズニーランドみたいになってる。ディズニーランドじゃないけど、クリスマスサンタさん言ってるね。なんていう、もう、この面もあんま喋らんとこかな、もう。見てるだけの方がええかもしれへん。逆にあんまりこの汚い声入ったら良くないよね。ですよね。ほらほらほら、もうめっちゃ可愛い。もうケツお尻プリプリ振ってますしね。振ってないか、振ってんのか、走ってんのか、蹴ってんのか、まあどっちでもいいんやけど、まあ、とりあえず可愛いでしょ。でも殴ってる時はあんま可愛くないよね。まあでもこれ普通に見てたら、こんなキャラクター、今流行りの猫のゲームよりも可愛いと僕は思うんやけど、どうですかね、皆さん。ツリーも流れてますし、ちょっとまだクリスマスには早かったかな、この面。もっと12月にやるべきなんかなと思いながら、あ、全然簡単なんで、ちょっといいと思います。めちゃくちゃ可愛いんで、ちょっと小声で喋っております。どうですか、関西弁になって、まあ関西人なんで仕方がないですけどね。あ、いいね、いいね。もうこの、ちょ、もう簡単すぎる。ほんでこの面、もう優しい子供向けなんでしょうね。あ、ツリーに入りましたね。でもなかなか長い面でありますね。クリスマス
チキンを食べたくなりますよ。こんなんをするとターキーですよ、ターキーで、クリスマスプレゼントあんまりもらうことはないんですけどね。あ、グークリア、花火はいっぱい出る。あ、なんかちょっとやる。さあ次行きましょう。ちょっと気合い入れてね、書道を持ってます。さっきまでねぬるい麺ばかりやってたんでね、ちょっと真剣に、お前な、今日はちょっと舐めてんじゃねえかってこう思われても嫌なんでね、ここでちょっとスイッチ切り替えまして難しい面にスタートです。で、ね、ちょっと早いんですけどね、なかなか、まあ今までのゲームよりかは遅いと思うんですけど、なかなかこのゲームねタイミングは難しくて、2回失敗したらもう死んじゃうんですよね。正直言ってませんでしたけど、2回ミスすると死にます。で、パーフェクトはねよくちょこちょここうやって出てるんですけど、たまに酔いってこう出るんですよ。こう出てると思うんですけどね、まあ、ちゃんと真ん中に当たってない時は酔い誰に言ってんのかなと思って、酔いって良かったですよってこう入れたらいいのに、良いって何、誰に、あれと一緒っすよね、あ、ちょっと待ってくださいね、あれと一緒っすね、道路に書いてる止まれですよ。止まれってね、止まってくださいですよね、あれもね。ない、もう上から目線ですからね、まあ、お国なんでから、まあ、仕方がないんでしょうけど、それとこれ似てますよ、良いですよ、良かったですぐらいにしてくれたらね、僕も、あ、ちょっとやりがいがあるんですけどね。まあ、なかなかこの面もずっとこう、連打が多いですね。ちょっとさっきの、まあ、クリスマスのやつよりは全然難しいんで、なかなかハードにはなってるんですけど、まあ、ちょっと右左っていうのを連発、真ん中っていうのがこれがね、なかなかこれこう、こういうのこれ腕筋パンパンになりますよ。これほんまにやっとったらこれ腕もうすごいムキムキですよ。上腕二頭筋えらいことになりますからね、こんなんやっとったらね、体はすごい鍛えられると思います。実際やってみてください。こう両腕をねパン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 こう殴ってみるっていうのはね、なかなか現実には難しいね。これ右って真ん中行って、これあ、これすごいな、今長いぞこれ。最後花火をこう持って走る子供、さあゴールか、ゴールになりました。花火はどうですか、おいっぱい出てるぞ。はい、それじゃあちょっともう一丁難しいのをやっときましょうか。難しいの、さあナイスが出るのか、この面で出ないのか、ちょっと日本チックな和風チックな音楽で行って攻めております。ですね、この面はなんか頑張れ五右衛門みたいな和食のイメージですね。頑張れ五右衛門が和食ではないですけどね。あ、今見ましたかね、こうさっき左に折ったやつなんですけど、あいつ殴ると死んでしまいます。一発で即死です。ダミーがいてるんですよね。だからそれも見分ける、力が必要なんで、急にねこうトラップが出てくるんでね、気をつけないとダメなんですけど、なかなか急に出てこられるとこう、今来ましたね、あいつです。今出たあいつです。あいつを殴ると一発で即死ですね。こう来ましたね。なかなかこの長いのはね、最後の止め際がなかなか難しいんですけどね。それで、まあ、パーフェクト。でもほら良い、あ、ボス、こう来た来た、ボス殴れ、ナイス出ました。ボスに対してナイス。ただまああんな、まあ、雑魚ですけどね、どっちか言うたら、もう感覚がね、もう殴るだけっていうところはね誰でもできる。さあ花火は、うわすごいんじゃないこれ、もう玉や。さあ最後アイスを持って最後締めくくろうかなと思います。チョコアイスですね。アイスクリームで殴る猫ちゃん、こんなことを実際したらもうアイス一瞬で溶けちゃいますけどね。僕もねアイスは好きですけど、まあ夏なんでね、やっぱアイスクリームはねいっぱい食べるのもいいと思いますよ。僕はその中でもバニラ、ソフトクリームが大好きですね。ほらね、ご当地行ったらほら、あらららららららなんかイチゴやらメロンやらビワやら、こうああいうのがね好きですね。どっか行った時にはそういうの絶対食べます、食べちゃいます。アイスクリームは美味しいです。なんか最近夜とか飲むアイスとかもあるみたいなんですけどね、飲んだことはないですけど、溶けたら飲むことになるんでしょうけど、ただの甘い飲み物になるんでしょうか、そういうのはちょっとわかんないですけどね。こう癒しになったでしょうか今日は。こうかなりね猫ちゃん可愛かったと思うんで、僕は楽しいです、すごい楽しかったです。さあどうですか花火は。花火も打ち上がりましたし最高。
はい、それではこの辺で終わりたいと思います。私たちのゲームは好きで、まあ、評価をくださいということですんで、1,2,3,4 ということです。まあ、5まではいかないんですけど、まあ、非常に楽しかったですね。まあ、猫ちゃんが、まあ、一番可愛い。本当はあの表情もそうですけどね、あの持ってる武器、その辺でこう戦っていくっていうところが面白かったんではないでしょうか。まあ、僕のね、あの癒しのボイスになれたかどうかは分かりませんが、今日も一日楽しんでいただけたことが僕は幸せでございます。また次回もよろしければお付き合いください。それでは皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ今日は、ではでは、それでは。